基本的には見た目はやっぱりいろいろ用意しようと思ってるんですけど、あの住宅村に一回今度あの開放したら入ってもらえると、土地の広さがちょっといろいろあるので、そこちょっと見といてもらえると、あ、こんなのがあるんだっていうのは気がついてもらえるかなと思って。初めは一番小さなところからスタート。なるほど、はい、あ、じゃあ今回はその一番狭いエリアの土地の売買ってことになるんですね。そうです、あの、まあ、S サイズっていうところの土地を買う、はい。